ニンテンドーエンターテイメントシステム。ニンテンドーエンターテイメントシステム。ニンテンドーエンターテイメントシステム。通称、ネスは、北米、ブラジル、欧州、アジア、オーストラリアにおいて、ニンテンドーより発売された、家庭用ゲー機。日本で発売された、ファミリーコンピュータ、ファミコンをベースに、筐体の変更や各国への対応を施している。ネスよびファミコンは、 当時最も成功したゲーム機であり、任天堂によれば全世界で約6000万台が販売された。当たりショックで衰退したビデオゲーム業界を再び活性化し、ゲームデザインから召喚集に至るまでのあらゆる面で以降の家庭用ゲーム機ビジネスの手本となった。当時としては斬新な横スクロールアクションゲームであるスーパーマリオブラザーズ1のゲーム機の最初にして、 最大のキラーソフトとなった。また、サードパーティーに対して、初めて訴訟が提起されたゲーム機でもある。北米では1985年に、ヨーロッパでは1986年に発売された。本体の外側に、任天堂の文字が大きく表記されていたためか、現地では、任天堂の愛称で親しまれた。なお、後に、ファミコンの後継機として、日本で発売された。 スーパーファミコンは、欧米でモネスの後継機として、スーパーニンテンドーエンターテイメントシステム、エセニスの名称で発売された。1980年代初頭の業務用ゲームでの成功を受けて、ニンテンドーは、テレビゲーム15、テレビゲーム6とは異なる、カートリッジを交換して様々なゲームをできる、独自のゲーム機の生産を計画した。 上村正幸らによって設計され1983年7月15日に日本で発売されたファミコンは1984年末までには日本で一番売れるゲーム機になった。この成功に活気づけられてニンテンドーはすぐに北米市場への進出を考えた。当初は当たりブランドからニンテンドーアドバンストビデオシステムの名でファミコンを発売すべく当たりと交渉に入った。 しかし、交渉をしている最中に、当たりショックにより当たりは会社が来、交渉は不成立に終わった。また、その頃にコレコが、自社パソコン向けに、ドンキーコング移植版の発売を発表。コレコの発表を、当たりは、任天堂とコレコが接近している兆候と受け取り、交渉を打ち切ったとされる。なお、コレコは、自社の家庭用ゲーム機、コレコビジョンへの、 ドンキーコングの移植については、任天堂から正規ライセンスを取得していたが、パソコンへの移植については、任天堂の許可を受けずに行っていたため、このパソコン版、ドンキーコングの発売は断念された、コレコビジョン移植版は発売。続いて、キーボードとデータレコーダー、無線式、ジョイスティック、 ベーシック言語を加えたファミコンをニンテンドーアドバンストビデオシステムの名で発売することを計画したが、これも立ち消えとなった。最終的には1985年6月にニンテンドーはコンシューマーエレクトロニクス賞でファミコンのアメリカ版を発表した。外装と名称を一新、当初はニューヨーク市に5万台のみを投入。 1985年10月18日には一部地域に限って出荷したが、大成功を受けて、翌年2月には全米に出荷を広げた。こうしてネスは、日本でのファミコンと同様に人気を集め、ビデオゲーム産業を再活性化する立役者となった。ネスは、豪華版のデラックス、セットと廉価版のアクションセットが発売された。本体及びケーブル類、コントローラー2個。 光線銃は、どちらのセットにも共通で入っている。デラックスセットには他にファミリーコンピュータロボット、海外名、ROB、ロボティックオペレーティングバディと対応ソフト、ジャイロ、海外名ジャイリマイと、光線重要ソフト、ダックハントが付属する。アクションセットにはそれらはなく、代わりに、スーパーマリオブラザーズと、ダックハントを一つにまとめたカートリッジが付く。 アメリカ版に続きたの国々でもネスが発売された。欧州及び豪州では大きく2つの地域に分けて販売網が構築された。イギリス、イタリア、オーストラリア、地域 A と呼ばれるでの販売は、丸が受け持ち、イタリア以外のヨーロッパ大陸諸国、地域 B での販売は、他の様々な会社によって行われた。一方、カセットのほとんどは、ニンテンドから直接販売された。 韓国では、現代電子産業、現 SK ハイニックスが輸入元となり、ネス、地域、A を輸入し、コンボイ、コンボイという名称に変更して販売した。これは、現代電子産業が独自に行った輸入販売であり、任天堂との提携によるものではない。1980年代後半において、任天堂は、日米の家庭用ゲーム機市場で、 圧倒的なシェアを握り、支配的存在だった。しかし、任天堂は1990年まで欧州支店を設けていなかったため、競合していたセガはこれに乗じて、マスターシステムを多くの国でネス以上に売り上げている。ただし世界累計での販売台数はネスに遠く及ばない。1990年代に入ると、16ビット機のセガジェネシスなど、 機能的に優位な後発揮が登場し、任天堂自身もスーパーニンテンドーエンターテイメントシステム s n ニ s を発売するなど、NES は徐々に市場の主役の座を譲っていった。任天堂は NES のサポートを続け、途切れない本体への需要に応じるため1990年代前半には、初代 NES のハードウェアの欠点を改善した、新版、日本における AV c 様ファミコンに、 相当を発売した。しかし1995年には、売り上げの減少と新作ゲームの欠如を受けて、任天堂オブアメリカノアは、NES の生産を終了した。生産終了後の数年で、レンタルビデオ店や、ガレージセール、フリーマーケット周辺に確立したコレクター市場で、ゲーム愛好家は、NES を再評価した。エミュレーションの発達と合わせて1990年代、 後半は、ネスにとって、第二の黄金時代とも言うべきものだった。2000年以降は、中古市場も枯渇し始め、ロムファイルを見つけることももはや難しくなくった。エミュレーションへの興味の高まりと、並行して、ネスのハードウェア改造ブームも勃興した。マニアたちは、ネスを完全に別の筐体に移し替えたり、部品取りや、単に面白半分で解剖したりした。 コントローラは改造の格好の対象でパソコンとパラレルポートや USB を介して接続できるように改造された。乾電池と液晶画面を加えて携帯ゲーム機に改造するものもいた。あ2014年1月27日には任天堂が e 九百九が1990年のアメリカのゲーム大会用に1十6本のみ作ったというソフトのカートリッジが e ーベに出品され、 ラベルが破れていて、シリアル番号が見えない状態にも構図300件を超える入札の末99,902ドルで落札された。NES は本質的にはファミコンと同じハードウェアだが、いくつか重要な違いがある。NES の標準コントローラは、ファミコンのアイコントローラと同様の A、B、スタート、セレクトの4つのボタンと十字キーが配された。 長方形型のものが採用された。ファミコンとは異なりアイコン2コンの差はなく、同じ形状のものが2つ同梱。また、本体に近づけではなく、本体前面に2つある7ピンのコントローラーコネクタに接続して使用する。後に発売された NES2 では、日本の AV 仕様ファミコンと同様、スーパーファミコンのコントローラーのように、犬の骨を思わせる形となった。 近年、このコントローラのデザインは、ネスのシンボルとして認識されるようになった。Nintendo は限定版ゲームボーイアドバンス SP や、販売促進用商品といった、最近の欧米向けの商品に、ネスコントローラのデザインを模したものを発売している。なお、ネスザッパー、パワーパッド、ROB、パワーグローブといった、周辺機器の接続にも、 コントローラー用コネクタがそのまま用いられた。派生品として、ニンテンドーハンズフリーコントローラーがあり、これは障害者向けのコントローラーで、手や指を使わずは子や呼吸によって操作をすることが可能。希望者や病院などに安価で提供された。ニンテンドーは、ネスの北米市場進出の際に、当たりショック以降のゲーム機全般に対する不評を回避すべく、デザインの面から、 競合機種との差別化を図った。その一つが、家電である、ビデオデッキをイメージした、本体前面に水平に挿入する自負方式のカセットスロットである。だが、このカセットスロットは、新品状態では特に問題はないが、カセット挿入時の力加減ではピンが折れ曲がったり、抜き差しの繰り返しによって比較的早く、ピンが摩耗した。 これはコネクタに腐食しやすい安価な合金を使用したことが原因の一つとされ、ゲームジニーなどの非ライセンス品の使用がこの問題をさらに悪化させる要因となった。また、ネスのコネクタはファミコンで採用されたエッジコネクタに比べてもゴミやホコリに弱く、これも接触不良の原因となった。さらに、ネスに搭載された10ネスと呼ばれる、 海賊版対策回路がこの問題に拍車をかけた。起動時にゲームソフトが正規品かどうかを確認する銃、ネスの動作タイミングは非常に厳格で、接触不良によるタイミングのズレから起動されず、パワーランプが明滅を繰り返すという誤作動をしばしば引き起こした。これに対してユーザーは、コネクタに息を吹きかける、ゲーム機を叩く等の行為に及び、 これらの行為がカセットやゲーム機本体の摩耗や破損につながった。任天堂は接触不良への対策として1989年にネス用のクリーニングキットを発売。1993年に発売されたネス2では海賊版対策チップを搭載せず、カセットスロットも垂直挿入方式のエッジコクタとした。また、ゲーム機の不具合に対応するため、 アメリカ中に、任天堂の認可を受けた修理センターが作られた。2016年11月11日に、任天堂公式の復刻版として発売された。商品名は、欧州では、任天堂クラシックミニ、任天堂クラシックミニ、米国では、ネス・クレイシシディション、ネス・クラシックエディションの名前で発売され、パッケージ内に、全社は、日本版同様。 USB ケーブルが電源用に用意され、別途 USB の A コネクタに電源を供給する AC アダプタが必要。後者は AC アダプタが同梱されている。本体は手のひらに乗る大きさに小型化され、スーパーマリオブラザーズシリーズやゼルダの伝説シリーズなど、当時のゲームのうち30種類が標準で内蔵されている。コントローラーは本体と分離されており、2コントローラ目は、 オプションとなっている。画像出力は HDMI になった。商品には前日の電源用アクセサリーのほか、本体とともに、コントローラが一つと HDMI ケーブルが同梱されている。オプションとしても用意されているコントローラは、ビーリモコンに接続することによって、バーチャルコンソールなどのコンローラとしても使用することが可能である。日本国内では、ネス版の発売予定はなく、 ファミコンを小型化した任天堂クラシックミニファミリーコンピュータを発売した。出展楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。